スルーパス、激しいボールの奪い合いです。ムラブスボール、ここでファールをもらいます。レフリーの答えはイエローカード。いや、こういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。抜けてくる、グレンビル組み立て直します。あっと、ここでイエローカードです。あ、おそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。このゴールで多少の動揺はしていると思いますからね。そうですね、うまくついて、はい、もう一度点差を縮めておきたいところですよね。グレンビル、ここはファールです。これは、これは2枚目出てしまいました。退場ということになります。セリニャル、ここで10人になってしまいました。抜けてくる、あっと倒された、 PK です。ここで PK、 足いっちゃいましたね。セリニャルか、ペナルティーキックを与えてしまいました。ここでチャンスを迎えています。ここは一つ決めたいところですよね。ムラブスボール、完全に逆をついてましたよね。手堅く蹴ってましたよ、はい、相手としてはまだリードしている。これはファールを取られましたか。イエローカードが出ました。当たりがきつくなってきました。ここでイエローが出ました。あ、これ前に当たったやつですよね。ちょっとギレギレですよね。もう一回、激しいボールの奪い合い、なんということでしょうか。 PK か、どっちだ、セリニャルか、ペナルティーキックを与えています。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。ここは確実に決めなければなりません。はい、外すと流れ変わる時もありますからね。ムラブスボール、ビッグチャンス、ものにできません。いや、この時間帯で打つっていうことは大切ですよね。外れはしましたけどね。ムラブスボール、徹底的とも言えるチャンスのシーンがありました。ボールの奪い合い、激しいものがあります。これファール、カードをもらうかもしれません。これはイエローを食らってしまいます。味方が倒れた選手の様子を伺っています。抜けてくる、ムラブスボール、ここでファールをもらいます。おっと、これはレッドの判定。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですかね。セリニャル、残り8人ということになってしまいました。さあ、シュート、シュートゴール、倒されます。早くもカードをもらってしまいます。これはファール、イエローカードです。セリニャル、今のでイエローカード2枚目となりました。セインツラグラーが最終ラインまでボールを下げる。セインツラグラー、ここでファールをもらいます。レフリーの答えはイエローカード。セリニャル、これでイエローカード3枚目。自分で行く、セリニャルカがここでファールを取られます。イエローカードです。セリニャル、今のでイエローカード4枚目となります。ここは落ち込んでる場合じゃないですよね。これはファールを取られましたか。おっと、ここでカードが出ます。セリニャル、これで今日の試合5枚目のイエローカード。与えた方としては悔やまれる1点になりますけども、これで試合が分からない、ここでファールがありました。
これはカード、セリナル、これでイエローカードは6枚目、まあ、そういう意味では柳セインツラグラ、ここでファールをもらいます。これは2枚目出てしまいました。退場ということになります。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。セリナル、残るは10人となってしまいました。これはファールでしょう。イエローカード、激しいボールの奪い合いです。ここでファールがありました。これはイエローを食らってしまいます。オサマットフリーだ、激しいボールの奪い合い、上か、もうどっちだ。いやでも危ない場所ですよ、ここは。今のはねちょっと危なかったんで出るかもしれないですよ。これで2枚目のイエローカード、退場となります。みんな心配してますね、大丈夫ですかね。これで9人対11人となります。いやかなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。これ出る、長さは削ってしまいました。イエローカードです。さあ選手たち集まっています。さあカウンターのチャンスになります。プレッシャー、長澤、これはファールです。おっと、2枚目のカードが出てしまいました。これは退場ということになってしまいます。審判に抗議しますが、これは認められません。セリナル、残り8人ということになってしまいました。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。すでに1枚カードをもらっている。あっと2枚目だ、イエローカード2枚目、これで退場です。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。セリニャル、なんと7人になってしまった。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ボールの奪い合い、激しいものがあります。バリアモス、ここでファールをもらいます。おっと、ここでカードが出ます。いやこういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。セリニャルカがここでファールを取られます。あっと、これで2枚目のイエローカード、退場となります。審判に抗議しますが、これは認められません。セリニャル、ここで10人になってしまいました。あ、ダメだ、まだある。ザービスもこれはファールを取られました。これはカード、当たりがきつくなってきました。かといって負けてないですからね、決して今のチームバランスを崩さない程度に、後ろを改善していく余地がありますよね、ポイントはそこですか。イエローカードです。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。味方が倒れた選手の様子を伺っています。中に合わせてくるか、リベロス、これはファール。レフリーの答えはイエローカード。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。1対1、これはファールでしょう。イエローカード、審判に抗議しますが、これは認められません。多分今のはね、意識的なプレーだと思いますね。さすがにね、止めなきゃいけない場面でしたからね。カウンターを仕掛けていきます。仕掛けるか、またファールか。これはイエローを食らってしまいます。
でいく。激しいボールの奪い合い、グレンビル削ってしまいました。これは2枚目出てしまいました。退場ということになります。コールの姿を見せますが、これはファウル、判定は揺るぎません。これで9人対11人となります。おっと、ここでイエローが出ました。これは一つ前のプレーに対するものでしょうね。さあ、ここから持っていく、これはファールです。これはレッドの判定。チームメイトが倒れた選手の様子を伺っています。セリナル残り8人ということになってしまいました。完全にイメージしていたから今のはデホイだ。ここでファールがありました。ここでね、2枚目が出ると辛いですよ。すでに1枚ありますからね。おっと、2枚目のカードが出てしまいました。これは退場ということになってしまいます。セリナル、なんと7人になってしまった。そうですね、人が少ない状況でも非常にいい動きをしていましたよね。そうですよね。